はいどうも、ラノベレビューアーのゆきともです。ゴールデンウィークが始まりますが、皆さん予定は何か決まっていますかね？今ね、外出もしづらい長期休暇になりますので、僕はね、がっつりラノベを読もうかなというふうに思っています。というかね、ゴールデンウィーク関係なしに休日はもうだいたい引きこもってラノベ読んでるんですが、まあね、せっかく時間がたっぷり取れるゴールデンウィークですので、読むラノベもがっつりとこう読めるね、長編ラノベがいいかなと思いまして、今回の動画では関数がある程度出ているシリーズものでおすすめのラノベをピックアップしてみました。関数としましてはだいたい10巻前後発売されているものを選んでいますので、この休みの間に没頭して読めると思います。今回の動画ではバトル要素やファンタジー要素のあるラノベを5作品紹介しています。5作品の中でもバリエーションは意識して選んでみましたので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速紹介していきましょう。まず1作目はフルメタルパニックです。もはや知らない人はいないであろうロボットアクションミリタリーラノベの金字塔的な作品ですね。第1巻が刊行されたのはなんと1998年ですが、4回もねテレビアニメ化がされたりと、今でもね現役バリバリなラノベですね。でアニメや原作に触れていなくてもスーパーロボット対戦でキャラを知っているっていう人も多いんじゃないでしょうか。でこちら本作なんですけども、本編がですね12巻、そして外伝を含む短編が11巻と、合計ね23巻にもわたる長編作品となっています。でいきなりこの冊数はちょっと面食らうかと思うんですけども、新規読者であれば、ひとまずは本編を読むので OK だと思います。短編に関してはギャグテイストが強いショートストーリーとなっています。個人的にも思い入れが強いラノベでして、正直言ってね、ロボットもののラノベでこれを超える作品っていうのは、今後出てこないんじゃないかなっていう確信があるくらいの傑作となっています。で本作の良さは何と言ってもこう胸を打つ人間ドラマの素晴らしさなんですよね。登場キャラがとにかくもう濃い人間ばかりで、どれもが魅力的なんですよ。でそれぞれが信念や使命といったものを抱えていて、それがまたね奥深い人間ドラマを見せつけてくれるんですよ。でヒロインである千鳥かなめを守るために奔走する主人公相良宗介や、主人公の育ての親でもある上司のカリーニンとの絆、人工知能との友情、幾度として立ち塞がる宿敵ガウルンとの戦いなど、キャラ同士の因縁がもうドラマチックに描かれています。で敵も味方もとにかく魅力的なキャラばかりなので、本編を読み終えた時にもう嫌いなキャラがいないくらい引き込まれるはずです。そしてそんなキャラが活躍する舞台設定もすごいいいんですよね。で本作は現代の世界を舞台にした SF ミリタリー作品ですが、巨大ロボットや普通ではありえない近未来技術がガンガン出てきます。その最たるものとしては、基本兵器となっている人型兵器のアームスレイブでしょう。こちらね、文章でも迫力が伝わってくるほどド派手なバトルが魅力的に描かれています。そしてそんな SF 設定に関してもご都合主義というわけではなくて、物語の根底にある設定がね影響しているんですよね。そしてその設定が主人公がヒロインを守る展開にも直結しているんですね。こんな感じで、世界観とキャラクターとのつながりがとても巧みに描かれているのもフルメタの特徴でしょう。さらにロボットのド派手なバトルだけではなく、人間同士の泥臭い熱いアクションシーンも満載なので、スパイアクションやエージェントものが好きな人にもおすすめしたい作品です。おすすめポイントをまとめるとこんな感じでしょうか。長く愛され続けている作品はやはりそれだけの魅力があるというふうに断言できる傑作ラノベですので、ぜひこの機会に読んでみてください。最強の SF ミリタリーボーイミーツガール作品が待っています。続いて2作品目は東京レイブンズを紹介します。現代日本を舞台にした陰陽師たちの戦いを描く陰陽アクション作品ですね。本編が16巻、様々なキャラクターを描くサブエピソードをまとめた短編が4巻と、かなりボリュームのある作品となっています。ただ本編に関しては2部構成となっていまして、第1部である9巻まで一気に読むことをお勧めしています。ただね、9巻まで読んじゃったらもう面白すぎてね、最新巻まで一気に読んでしまうことになってしまうんですけどね。で本作の魅力は、まずはね、現代日本に陰陽師たちが、公的な仕事として存在しているっていうことですかね。かつて一人の陰陽師が起こした霊的災害によって、霊的な存在が様々な問題を起こす現代の東京が舞台となっていまして、それをね解決していくのが国家に認められた陰陽師たちというわけですね。そしてそんな陰陽師を目指す少年少女たちの活躍を描くのが第一部の物語となっています。本作は安倍の生命の子孫である
土御門家に生まれながら陰陽師としての才能を持たない主人公と、そんな彼を自分の式神にする契約を結んだ幼馴染の少女が陰陽師を目指す学園に入るところから始まっていきます。本作を語る上で欠かせないのは、なんといってもね、最強の幼馴染ヒロインである土御門夏目の存在でしょう。まあ、主人公を式神にして、まあ、パートナーとして戦っていく彼女なんですけども、もう関数を重ねるごとにもう最強の幼馴染として覚醒していくことになります。まあ、ここね、物語の根底となっている要素があって、まあ、ネタバレを控えて言えないんですけど、もう最新刊まで追えばね、この凄さがわかるはずです。まあ、ありとあらゆる幼馴染ヒロインの中で、まあ、このヒロインを超える幼馴染はね、ちょっとお目にかかれないくらいものすごいことになっています。そして本作は陰陽師たちの熱いバトルっていうのもとにかく素晴らしいんですよね。まあ、様々な能力や技を持った陰陽師たちがもうガンガン登場して、近代的にアレンジされた陰陽バトルが楽しめる作品となっています。それに芦屋道満とか角行鬼とか、まあ、歴史上で語られている陰陽師や妖怪も登場して、東京を舞台に混沌とした陰陽バトルが描かれていきます。そしてそんなバトルを描きつつ、現代陰陽師たちが直面している問題にも焦点を当て、社会的なドラマの面白さも魅力的に描かれるっていうのも本作のポイントの一つです。まあ、総じて現代のバトル作品として圧倒的完成度を誇る本作ですが、まあ、実はね、ここ1年半ほど新刊が出ていないんですよね。ただね、おそらく今年中に新刊は出るはずです。というかね、マジで出てほしいっていう感じなんですが、まあ、物語は今ね、超クライマックスに突入しているので、この機会にね、がっつりと読んで最新刊に追いついてみるのはいかがでしょうか。3作品目は祭りか管理伝を紹介していきます。こちらはビーズログ文庫から刊行されていますので、いわゆる少女ラノベ、まあ、女性向けラノベにジャンル的には分類されますかね。で、僕もね、最近読み始めたんですが、これがまあね、面白いんですよ。もう4月中はね、ひたすらこのシリーズを読んでいました。で、本編は現在8巻まで発売されています。それと別キャラを描いた外伝作品が2巻発売していますね。まずは本編から読んでいくので OK です。で、本作の舞台は中華風のファンタジー世界となっていまして、そこで一人の少女の立身出世を描く作品となっています。国の役人になった主人公が国家を股にかけてガンガン活躍して出世をしていく姿が爽快な作品となっているんです。で、本作の主人公まつりかは物覚えがいいという特技を持っている平民出身の少女なんですが、ある日自分の国の皇帝にその能力を見出されるんです。そして管理になるための科挙試験、まあ、簡単に言うと役人になるための試験を半ば強引に受けさせられて、まあ、人生がね、一変してしまうんですね。ただの少女が管理という役職を手にして国の問題を解決していく姿がめちゃくちゃ面白い作品になっています。主人公はちょっと物覚えがいいという特技があるんですが、それはね、もう見たものを完全に記憶できる能力なんですよ。まあ、普通にめちゃめちゃすごい能力なんですけど、その能力を生かして周囲の人間に認められたり、逆にもうこいつ化け物やんけって怯えさせたりさせるのが、もうたまらない感覚を感じる作品に仕上がってるんですよね。で、それでいて少女らしい愛らしさや、まあ、皇帝であるね、青年との恋模様っていうのもいじらしく描いていて、そういった部分もね、魅力的な作品となっています。で、そしてね、本作のポイントは、まあ、ジャンルがね、多岐にわたるというところなんですよね。まあ、恋愛的な要素ももちろんありますし、内政的な展開とかミステリチックなエピソード、まあ、果てにはね、国家間の戦争を防ぐために尽力する戦記ものの要素など、まあ、様々な楽しみ方ができる作品になっています。しかもそのどれもが超高水準で描かれていて、まあ、主人公の記憶力の良さを巧みに活かしてその問題を解決していく展開がもう神がかった描かれ方をしているんです。そして何よりも巻ごとの引きっていうのがね、もうめちゃめちゃうまいんですよね。一巻ごとにしっかりと満足感のある物語を描きつつ、最後に次のエピソードへつながる展開も入れているので、もう読み始めたらね、全然止まらないんですよね。しかもね、ページ数もほぼ全ての巻が250ページ程度と、まあ、ちょうど良い分量でまとまっているので、もう次の巻も早く読みてっていう風にね、すぐに手を取ってしまうんですね。それと主人公は基本的には自分の国で働いているんですけども、地方の領地に飛ばされたり別の国に行ったりと、舞台がね、結構こまめにね、変わるので全然飽きることがないんですよね。ジャンルと舞台を切り替えながら面白さをね、常に高水準で保ち続けているのは、ちょっとね、お目にかかれないくらいすごいと思います。
少女がね出世街道を爆走しながら、まあ、青年とのね一途な恋心を描いている本作。爽快感のある展開や様々なジャンルの魅力を凝縮したような素晴らしい中華風ファンタジーに仕上がっていますので、ぜひチェックしてみてください。一度読み始めたらマジで読む手が止まらなくなりますよ。続いては我が行友に震えよ天地ですね。GA 文庫から発売されている本格戦記ファンタジー作品の本作。現在9巻まで発売されているタイトルとなります。故郷を奪われた王子である主人公が吸血王子という汚名を浴びながらも、自身の強力な腕力と数多くの仲間を携えて大陸統一を目指す王道戦記が描かれていきます。本作を語る上で欠かせないのはやはりね、魔法なしの本格戦記ものという点でしょう。で、本作は大陸の覇権をかけて領土や国同士の戦いが描かれる戦記ファンタジーなんですけども、基本的には魔法的な要素はなくて、軍事的な戦略や個人の強力な身体能力で逆境を超えていく物語となっています。まあ、それはねもはや常軌を逸してるだろうっていう身体能力とか技能はあるんですけど、まあ、それも込みでねかなり硬派な戦記作品に仕上がっています。そしてね、主人公がめちゃくちゃ強いのも本作の魅力なんですよね。まあ、キャラクターとしては武骨で不愛想な青年で、基本的には無口なキャラクターなんですけども、戦場で見せる姿はまさに一騎当選、純粋な腕力で戦場を切り開いていく姿が超かっこいい主人公になっています。それでいて懐の広さもあるキャラクターなので、敵対して叩き潰した敵もその腕っぷしに惹かれてね、ガンガン仲間にしていくんですよね。まあ、そうやってね、規模感がどんどん大きくなっていくところもとても爽快感のある作品ですね。で、一つの領土しか持たなかった主人公が国を手に入れ、そしてその他の国とも戦っていく姿が描かれていくんですけども、まあ、その度にね、強力な敵が立ちふさがっていくわけです。ただね、そのインフレコントロールっていうのがめちゃめちゃ素晴らしいんですよね。まあ、こんな強い敵出してこの後どうするのっていうところから、また強い敵を出していく流れが、まあ、戦力はねどんどんインフレしていくんですが、まあ、そこにね全くね違和感がないんですよね。で、状況がどんどん変化し規模感が大きくなっていくので、読み進めるたびに面白さが増していくシリーズだと思います。主人公の圧倒的な強さとそれに匹敵する敵側との戦争描写っていうのが魅力的な本作。硬派で読み応えのある戦記ファンタジーに飢えている方にはぜひおすすめのシリーズです。最後は竜王のお仕事をおすすめしたいと思います。個性的なキャラクターたちが数多く登場し、将棋での熱いバトルを描く本作。巻数としてはすでに12巻と結構な冊数が出ていますので、実は読めていないという方も結構いるのではないでしょうか。で、本作はラノベではかなり珍しい将棋をテーマにした作品ですね。で、将棋を扱ったラノベはいくつかあるんですけども、まあ、ここまでねヒットしたのはね竜王のお仕事だけかなというふうに思います。で、本作の魅力は何といっても熱い将棋バトル。タイトルホルダーである竜王の主人公が様々な難敵と人生をかけて戦う姿が熱く描かれています。そしてそんな将棋を通じて様々な人間ドラマを描くのも本作の魅力でしょう。主人公の弟子になるヒロインはもちろん、育ての親ともいえる師匠やライバルキャラまで、登場するキャラクター全てがそれぞれの人生をかけて将棋に立ち向かっていく姿がめちゃめちゃ燃えるし泣ける作品なんですよね。で、将棋を通して手に入れた絆がさらにね、その将棋の強さにつながっていく姿がとにかく熱いんです。でね、もう竜王のお仕事は人生、こう言ってもね間違いではないと個人的には思っています。まず読むなら5巻まで、できればね7巻まで読んでもらいたいですね。そしてそんな熱い人生ドラマに匹敵するのが、まあ、ヒロインのね姉弟子こと空銀子の可愛さなんですよね。まあ、主人公の幼馴染でもあるヒロイン、まあ姉弟子と呼ばれてるヒロインがいるんですけども、もうめちゃくちゃめんどくさいキャラクターなんですが、もう最新刊まで読んでしまったら好きにならざるを得ない、もうそんな魅力にあふれたヒロインです。そしてね、それでいて将棋に対する真剣さ、それこそね本気で命を懸けるような情熱もあって、一人の騎士としての魅力にあふれたキャラクターっていうのが素晴らしいんです。そしてこの竜王のお仕事はそんな熱い情熱を持ったキャラクターばかりで、もはやね全員主人公なのではっていうレベルの厚みのあるエピソードがそれぞれのキャラクターで描かれていくんです。初めて登場した新キャラが、まあ、その巻をね読み終わった後にもう感情移入しすぎてね大好きになることばかりで、もう個人的にね嫌いなキャラクターが一人もいないんですよね。まあ、そんな感じで将棋というコアでニッチなテーマを扱いつつ、キャラクターの人生を垣間見れる物語性の高さ、そしてキャラクター自身の魅力が満載な作品となっています。序盤中盤終盤全く隙がない素晴らしい作品となっていますので、ぜひ多くの方に読んでもらいたい一作です。
以上、ゴールデンウィークにがっつり読んでほしいラノベを5作品ピックアップしてみました。今回はバトル要素やファンタジー系などに絞ったラインナップにしましたので、ゴールデンウィーク中の早いうちにラブコメ編も動画にまとめようかなと思っています。そちらもぜひお楽しみにお待ちください。本動画が少しでも参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この動画以外にも傑作ラノベの紹介もしていますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会えることを祈っております。バイバイ。